帰りました。アナキ、お帰りよ、ナナキ。無事だ、よかったよかったな。わあ、ちょっ、さあ、ブーゲンハーゲン様にご挨拶をしておいで。さあ、あの人たちにはほんのちょっと世話になったんだ。悪い人たちじゃないから入れてあげてよ。なんだ今の。ナナキ帰りました。でよ。かわいいよね。はあ、すみません、少々お待ちを。今朝空から降ってきましてね。ミッドガルの魔功労爆破犯らしいですが、あなたたちは関係なさそうですね。ナナキの紹介もあるし問題ありません。あら、ようこそ生命学の聖地コスモキャニオンへ。何か狙いがあるんだ。用心用心。遺跡から掘り出されたばかりの正真正銘の掘り出し物だよ。押してくるに行きなさい。異物との出会いは一期一会。これも星のお導きですよ。本物のコスモキャニオンですよ。長年の夢が一つ叶いました。生命学と魔法社会は反発しているようで、互いに学ぶべき箇所も多いのではと考えていたんです。僕はここで生命学の知識をしっかりと学びたいと思います。では引き続き調査報告はこまめに。さすがはお待ちください。
お仕送りの ここより先はお通しできません。我々が困難を克服し、今日を無事に過ごしている。反神羅組織アバランチか。彼らもすっかり有名になってしまったね。悠長なことを言ってる場合？世間から見れば生命学とアバランチと同じようなものなのよ。神羅もいきなり谷を攻撃するなんてことはないと思うが、研究が続けられなくなるのは困るな。アバランチの件お聞きに。取られたそうでした。よりによって、まさに最高。反神羅組織、このためにあなたが星の力を引き寄せる。ここに星すべて。無駄なものをかけたの。またいらしてください。魔導書店発祥の地はコスモキャニオンとも言われてるのよ。星の記憶はいつでもあなたを教えてくれる。気に入っておく。うちは気に入った客にしか売らないよ。
使い方を間違うんじゃないよ。谷で最も歴史あるホテルなのです。コスタ・デルソルのロイヤルコンサート主役だった君を連れ出してしまったが、あの後大丈夫だったのかな。代理のピアニストが何とかしてくれたって言ってただろ。そういうそうですね。この前の物件なんていいとは思わないな。僕たち二人だけの暮らしにこの家は広すぎやしないか。僕たちにもいろんな可能性があるんだよね。神らしき手話か。俺は元ソルジャーだ。神らしき手話は軍のハンドサインを流用して作られたもの。ある程度は理解できる。カードパウとか。
勝負だった。あんた、もしかして元ハンドか？そうか。頑張れよ。おめでとうございます。ランクが先決の団長になりましたね。そんなクラウドさんにまたバウター情報を仕入れてきましたよ。アンダーソーさんにワイズという高性能カードマウントロボットがいるそうです。ぜひ戦ってその性能を確かめてみてください。ようこそ動物保険シルドラインまで。ポスターデルソンのロイヤルパンクが主役の人に出だした。Thank you.
ピアノの音色は実に心が安らぎます。美しき調べでピアノの素晴らしさを普及していただき感謝の極みでございます。今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げます。綺麗な音色。私たちシルドラの名はいるのです。私はこの美しい谷で生まれ育った。本来なら谷を守る戦士になるはずだったが、深くにも神羅に捕まり、助けてもらった借りは返した。私はここで本来の道に戻ろうと思う。今まで世話になった、感謝している。寂しくなっちゃうな。それを言わないでよ、別れが辛くなっちゃうよ。でもこの谷を守ることはオイラの使命なんだ。この野郎、ずっと騙してやがったな。犬だなんだと侮る輩が多くてな。おーい、ナナキー、ちっちゃい。今のでお別れ？谷にいりゃ話す機会くらいあんだろ。俺たちがここに来た目的は何だ？生命学の復讐と行こうぜ。はい。待ってりや待ってりや。僕はよっこらしょった。しばらくぼーっとさせてもらいます。探検行ってみよう。
我々はこの星と旅のお方、あなたもクイーンズブラッドに見入られてしまったようですね。大丈夫、恐れることはありませんよ。クイーンズブラッドも星が生み出したもの、それは大いなる流れの一部、つまり善。カードは祈り、そこから広がった波紋が定めとなるのです。さあ共にバウトを紡ぎ、星の意志に触れてみましょう。なるほど、これは予想外の結果です。どうやらライフストリームが乱れているようです。クイーンズブラッドに邪悪な息吹を感じます。旅のお方、もしこのままバウトの道を進むつもりならば、くれぐれも気をつけなさい。バウターたちが次々と命を落としているという話も聞きます。いいですか、カードは祈りです。決して祈ることを忘れてはいけませんよ。どうかこの者に星の導きのあらんことを。我々が心を開く星を夜は星と
コレルやゴンガガで見た上で、あれを見りゃ星の危機が妄想じゃなくて現実だってことは誰でも信じるだろう。それに見ろよ、ここに集った生命学を学ぶ同志の顔を、みんなアバランチの仲間だ。共にあらんことを、ここでは生命学の学習者が共に語り合い、星と生きる喜びを再確認するためのセミナーが開かれております。セミナーの参加には然るべき指導者の紹介が必要になります。ですから申し訳ありませんね、本日は星送りの儀が執り行われますので、そちらに参加されてはいかがでしょう。またお会いしましたね。では、星に祈りを捧げながら記念に一枚。コスモキャニオンは夜空の星が綺麗に見えることでも有名なんですよね。もちろん夜間撮影用の機材も持ってきていますよ。今夜は寝ずに撮影をするつもりです。またいい撮影スポットがあったら教えてくださいね。早速お話を伺ってみましょう。まずはお名前を教えていただけますか？少し緊張されているようですね。でもこれまで数々のバウターを見てきた私にはわかります。あなたただものじゃありませんね。これは面白くなってきました。もう言葉なんていりません。実力で語っていただきましょう。相手はもちろんこの私、饒舌のバーンズが務めさせていただきます。
さん、ご覧いただけたでしょうか。私、手も足も出ませんでした。ついに最強のバウターが見つかりました。彗星のごとく現れたこの大物ルーキーに世界中のバウターも震撼していることでしょう。彼の登場によりクイーンズブラッド界に革命が起こる、そんな気がします。本日は素晴らしい最強のバウターは見つかりましたが、中継はまだまだ続きます。引き続きお楽しみください。私たちの星を守る。反神羅組織に応募しよう。星と共に。ここは風デルソルのロイヤルコンサート。生きるということは欲しい。私たちも星よ、星と今宵は。
申し訳ありません。このエレベーターはメンテナンス中です。ご用は何でしょう。ありがとうございました。その力は風とかこの辺で流れる。星送りの夜は星と我々が空を見上げて。ガストラガスオリジナルカクテル。もっと早くに来ときゃよかったぜ。アルコール。コスモキャニオンの酒は、我らは同じ星から生まれし兄弟。星と共にあらんことを。生命学セミナーは紹介制となっております。本日は星送りの儀が執り行われますので、そちらに参加されてはいかがでしょう。セミナーが行われています。落ちたよ。生命学ってあなたは宇宙なる生命学を多くの大きな重谷は古よりも
ダメダメ、見学者の方の出入りはお断りです。ここは貴重品を保管してる倉庫なんですよ。ブーゲン様の許可が下りて、鍵を受け取った人だけが入ることができます。我らに恐れるべきものがあるとすれば、それは同じ星に生きる隣人ではない、星の轍の外より来たる異なるもの。かの者は星の断りを乱し、いずれは星を食い尽くすであろう。星の子らよ、手を取り団結しなさい。かの者に脅かされることのないように。ああ、この人たちだよ、じっちゃん。ほう、ほうほう、七木が世話になったそうだの。わしはブーゲンハーゲン、少しばかり星には詳しくてな、コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 、そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。おいらだってもう48歳だよ。40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。おいらは父とは違うんだから。ほうほうほう、七木よ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのだの。まだ行ってくる。失礼したの。よければ中も見学していくといい。それに触るとなだれを起こすぞい。星とその周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。ようこそ、七木のご友人。ここにある資料の半分はガスト博士からの寄贈なんですよ。星の営みを記録するための機械じゃよ。デリケートな代物だからの、扱いには気をつけるのじゃぞ。あら、七木を鍛えてくれたそうじゃな。外の世界を知ってたくましくなったかな。
星をめぐる記憶の結晶、目で見える以上の輝きがそこには秘められておる。僕に任せておけば大丈夫。君の魅力のすべてを引き出してあげるよ。ここにある資料の半分はガスト博士からの寄贈なんだ。ようこそ七期のご友人方。昔の映像じゃ。あの頃はいたずらばかりしておったの。人は星々から多くのことを学んできました。ほっほっ、そうせくでない。そこは後でな。それはごく初期の魔鋼探知機じゃ。いよいよ寿命かの。これは気流発生器の模型じゃ。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。実物はもう見たことがあるかの。ほう、世界一の大きさの星々の営みを観測する望遠鏡じゃ。こいつで見る星空は最高なんじゃが、今はレンズが曇ってしまっておる。すまないの。
我々がここで観測しているものは遥か彼方から太古の光、星を見つめるということは、すなわち星の過去と語り合うことです。星の行く末になど興味はありません。我々の目はいつだって過ぎ去った。悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。伝声管を伝って地中深くから聞こえてくるのじゃよ。これは星の悲鳴ではありません。星を守るウェポンの声です。ほう、ずいぶんはっきり言い切るの。私たちウェポンを見たんです。ゴンガガとコレルの魔航路で。すごく大きくて。ほうほうほう、それは興味深い話じゃのう。が、魔鋼中毒の症状は様々じゃ。気をつけるのじゃよ。え？あの。ほうほう。そうか。そうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。うん、良い機会だ。こちらへ来なさい。これは生命学習機。最新型が神羅本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では、始めよう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星はわしらの星。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる？体は朽ち、星に帰る。では意識、心、精神はどうじゃ？実は精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神混じり合い、星を駆け巡る。星を巡り混じり別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星を巡る
精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃがその精神エネルギーがなくなれば。これが生命学の基礎中の基礎。魔鋼は精神エネルギーの浪費。これは事実なんだな。その通り。吸い上げられ加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくのじゃ。本当に消えるんでしょうか。そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか。親切？いや、親切じゃな。うん、お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃの。お呼びでしょうか。お嬢さんをセミナー室へ案内してあげなさい。こちらへどうぞ。はい、私も。ん？ブーゲンハーゲン、巡る命が消えれば星は壊れ終わる。避ける方法はないのか。例えば巡る命を強くするとか。そんなことは知らん。だがわしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。星も人も変わる。生命学もな。わしはもうじじいじゃ。学びきれないのは寂しいの。七木がお世話になったそうですね。ありがとうございます。ブーゲン様から倉庫にある旅に役立つ物品をご自由にお持ちいただくように言われてます。ぜひ倉庫にお立ち寄りください。
どうぞどうぞ。星の意識、かつての記憶、それらを語り共有し、星は星の子である。あれもこれも全部偽物。つまんない場所だよね。生命学とかってのもどうせ偽物の学者が偉そうなこと言ってるだけなんでしょ。これは星が生み出した芸術作品。星送りとの上昇、あなたの中に眠る星の意識。ブーゲンハーゲン様から話は聞いております。ぜひともセミナーにご参加ください。会場までご案内いたします。我々はどちらを目指すべきなのでしょう。どちらも同じこと。あなたは内なる星。集え、生命学の同志よ。空を見上げたら、我々が心を開く。星を巡る精神エネルギー。与える喜びを知りなさい。星になく与える心。始まりは星。生命学は私たち、こうするのは初めてよ。学のトトは名ばかりの浅はかなの。コスタ・デルソルのロイヤル。ここはすごい。みんな同じ星に行ける家族。ここでは騒がしくしないでね。星送りは我らを反母なる星の声に耳を傾けなさい。我々が星に向けて。流れゆく雲はただ風の吹くままに。この谷は古より星の海。見ろよ、今日は星送りって祭りの日らしい。後でちょっくら見に行こうぜ。
さあ、で、セトラ研究。母なる星を。あれもこれも全部偽物。つまんない場所だよね。生命学とかってのも、どうせ偽物の学者が偉そうなこと言ってるだけなんでしょ。生命学を多くの人々に。あなたは内なる星、内なる宇宙。星は。みんな生命学を学ぶ。セミナーが行われる。私は星と共にあらんことをブーゲンハーゲン様から話は聞いております。どうぞお進みください。身の中で過ごす私を父はいつも情けないと嘆いていました。父の理屈では私は人一倍大量の精神エネルギーを浪費している星のお荷物ということになります。でも違うと思うんです。私は他人より多くの精神エネルギーを星から預かって豊かな知性と情緒で質を高め、いつか星に返すのです。それが私の人生の意味だと信じています。おお、素晴らしい。星と共にあらんことを。さあ、次は誰が話しますか。私は父と母がまだ生きているもう一つの世界があると信じています。どうにかしてその世界に行きたいと考え勉強を続けているのです。そしてここで素晴らしい教えを授かりました。ライフストリーム、精神エネルギー、その正体は知識や記憶だと聞きました。でも区別は曖昧ですよね。もしかすると願いや夢も混じり合っているのではないか。精神エネルギーは現実の記憶と実現しなかった願いや夢を区別しないのではないか。そんなエネルギーに偶然触れた時、人は別の世界を見るのではないか。それがここでの学びからたどり着いた解釈です。ん、素晴らしい。星と共にあらんことを。今後とも学びを忘れないでくださいね。さあ、次は誰が話しますか。準備ができたら教えてください。おお、そこのあなた、あなたの体験談を聞かせてください。はい、私、そのライフストリームに落ちたんです。ライフストリームの中はとても美しいところで、いろんなことを思い出すんです。誰かに優しい気持ちになれたり、忘れていた思いをつないでくれたり。星の中は暖かい場所なんです。でもそこには戦いもありました。星と星を脅かす敵との戦いです。私たちは星と共に生きなくてはなりません。星と一緒に敵に、危機に立ち向かうべきなんです。でも戦い方がまだ分かりません。ここで分かると思ったんですけど。生命学を批判してるわけじゃないんです。怖がらせるつもりもありません。ただ ごめんなさい、うまく話せなくて。気にすることはありませんよ。私たちはいつでもここであなたを待っています。考えることを続けなさい。答えはその果てにしかありません。さあ
そろそろ星送りの刻限です。皆さんキャンドルへと向かいましょう。先に行ってるね。もうすぐ星送りの儀が執り行われます。年に一度コスモキャニオンが星と結ばれる夜です。あなたにもきっと祝福がありますよ。ただいま瞑想を繰り返しているうちにセミナーでいろんな夜に宇宙に比べたら人間なんてちっぽけな存在。そんなことをしたり顔で話す連中に反発して生きてきましたけど、いやーほんまに僕ら小さいんやね。なんか夜にイベントがあるんだって。死んだ人間が星に帰るとかいうやつ、全然これっぽっちも信じてないんだよね。私死んだら全部パーでしょ。ルフィ正解だ。はあ、ああ、クラウドに聞いたのが間違い。どうしてそう思うんだ。理由なんてないよ。自分で見たことないものは信じない、そんだけ。そうかもな。でしょ。だからさ、何が何でも生き抜くんだ私は。オイラが本当に子供だった頃、あの日もこんな風に母と父とこの日を囲んで、うん、やっぱり何でもないや。話し出したのはそっちだ。途中でやめるの。クラウド、私は最近デリカシーという言葉を覚えたんだ。デリカシーがないとか足りないとか、そんな使い方をする。この言葉を君に捧げる。興味ないね。クラウドのそういうところオイラは嫌いじゃないけどね。話なら聞くぞ。母の話をするとオイラの胸は誇らしい気持ちではち切れそうになるんだ。でも父のことを思い出すと。さっきメンターと話したんだけどよ、人が星を救おうなんておこがましいってよ。星の未来は星が決める。星が汚れたら星が掃除をするだろうってな。俺たちはほっとけってか。黙って勉強してろってか。さあどうしたいんだ。ほっとくなんてできるか。でもな、戦うだけってのも違う気はして。守るためにはどうすりゃいいんだ。ここでもっと学べばいい。生命学はただの学問だ。よーく分かったぜ。
戦わなければ何も変わらないだろ。これからも頼りにしてるぜ、クラウドさんよ。恥ずかしいとこ見られちゃったな。ああいう時は笑ってごまかせばいい。そういうのも苦手なんだよね。私真面目すぎるのかな。気にするな。話をするのは俺も得意じゃない。お互い苦労しますな。あれでいい。分かるやつには分かる。聞く側の問題だ。みんなに分かってほしかったな。ティファは悪くない。ありがとうクラウド。私は古代種です。大昔にこの星を開拓したセトラの末裔です。この世界にもう一人しかいません。この血のせいで私は小さい頃から監視されたり閉じ込められたり怖がられたり無視されたり、いいことなんて一つもない。どんなに楽しいこと続いても血のことを思うと台無し。そんなことが何度もありました。普通の生活なんてできないんだって。憧れたり諦めたり、そこまでだ。です。続けます。頑張れ。でも、そんな私だからこそ、出会えた仲間がいます。友達がいます。だからもう大丈夫。報われました。我慢してきてよかった。ずっと一緒にいられるようにいい人でいよう、そう思っています。普通の人生は無理でも。
のじゃ。聞かれてしまったか。ここにいたのか、ナナキよ。じっちゃん。お前に話さねばならぬことがある。お主らも来てくれんか。星送りの儀はどう思ったかの。最近はなんだか知らんが、儀式目当ての客が増えてのう。感想を尋ねれば、きれい。感動、壮大、泣けたとか、まあ10人いれば9人はそんな感じじゃ。心が動くのは良いことじゃ。応援してる。星送りの儀にその力があることは素晴らしい。だが一歩踏み込んで生命学を学ぼうというものはまあおらん。犬や猫、鳥、魚、そして草花、みんな生きとることは誰でも知っておる。赤ん坊が生まれる、花が芽吹く、そこには誰もが命の存在を感じるはずじゃ。星も同じなんだがの。ほうほう、すまんの。ついぐちぐちと、年を取ると愚痴と説教が止まらんわ。これからもこれもきっと星の導き。